ゲディミナス・朝の紋章、ゲディミナス科では、リトアニア大公ゲディミナスの兄弟姉妹、息子、孫について解説する。ゲディミナス・朝は1316年から1572年まで、リトアニア大公国を支配し、最終的には、バルト海から国海まで領土を拡大した。ゲディミナスの起源は明らかではないが、最近の研究では、 他ではあまり知られていないスカルマンタスがゲディミナスの祖父、あるいは父であり、王朝の土台を築いたと主張されている。なぜならば兄弟姉妹がいないスカルマンタスの有名な息子であるゲディミナスは少なくとも12人の息子の父親であり、自らの兄弟姉妹に主権を有利に確立させたからである。ゲディミナスの外交手段はよく知られ、ゲディミナスは 己の外交政策に合うように息子の婚姻を手配した。ゲディミナスの息子は、リトアニア対公国内のリトアニア人の力を高め、他方、娘は、今日のロシア、ウクライナ、ポーランドの支配者との同盟強化を築いた。ゲディミナスの息子たちの関係は、1345年に、兄弟のアルギルダスと、ケース・トゥティスに配位されたヤブーヌティスを例外として、 次第に協調的になった。この二人の兄弟は称賛されるべき平和的な共同統治の例とされている。しかしながら、ゲディミナスの孫や子孫は15世紀まで権力闘争を続けた。ゲディミナスの孫はリトアニアのキリスト教への改修を実施し、ポーランドとの最初の合同を行った。ビテニス。 1295年から1315年までのリトアニア大公ゲディミナスの祖先や初期の動向に関する資料が乏しいために1316年からの大公の称号の過程は不明瞭であり学術上の議論が続いている。ゲディミナスはその先代の大公である、ビテニスの息子である、兄弟である、いとこである、バテであると様々な主張がなされている。 数世紀にわたって、ゲディミナスの羊には二つの説がある。ゲディミナスの死からかなり後になって、リトアニアの長年の敵である、ドイツ騎士団によって書かれた、年代記には、ゲディミナスは、ビテニスの馬帝であると主張されている。これらの年代記によれば、ゲディミナスは、主人を殺害して、行為を散脱したとされる。もう一つの説で、同じく、 ゲディミナスが死んでからかなり後になって書かれた年代記にはゲディミナスはビテニスの息子とされている。しかし両人とも同時代の人物であり、この関係はあり得ない。1868年に1323年のリガの公開で発せられた手紙にはゲディミナスの兄弟そして先行者としてのビテニスの記述が記されている。手紙からすると文脈では ゲディミナスとビテニスは普通に兄弟となっている。しかし歴史家、トマス・バラナウカスは、兄弟は率直な解釈であり、二人は実はいとこだと信じている。ビテニス大公の羊は以下の関係となる。ビテニスは1291年から1295年まで、リトアニア大公であったブトビーダスの息子である。ブクベラスの父親の存在については一致しない。 幾人かの経図学者は、トライデニスを祖先にあげるが、これはあり得ない記述である。もし、両人が血縁があるとするならば、後のゲリミナスの娘であるエウフェミアと、トライデニスの孫であるボレスワ・フユーリー2世との結婚は、教会法を破ることになり、この破棄を、ローマ教皇が気づかないはずはないからである。最近の研究では、 ゲディミナスの祖先はスカルマンタスであると指摘されている。1974年に歴史家のイエージ・オスマンスキーは14世紀末期に書かれたし、ザドンシナにアルギルダスの二人の息子が自分たちのことを我々兄弟はアルギルダスの息子、ゲディミナスの孫、そしてスカルマンタスの創孫であると呼んでいる記述が含まれていることに気づいた。 この発見からスカルマンタスがゲディミナスの祖先であると信じられている。オスマンスキーは死はプクベラスの台を飛び越して知られていない祖先に飛んでいると仮定する。バラナウカスはその不一致からスカルマンタスはプクベラスの兄弟でありビテニスとゲディミナスはいとこであると信じている。アレクサンドルガガニッチの年代記からのゲディミナス。この肖像画は 今日の歴史書でも使われている。ゲディミナスは1275年に生まれ、一人の姉妹や幾人かの兄弟がいたことが知られている。バイニウス、キエフ公、テオドラス、可能性としては、ビテニスとマルギリス。仮に1295年から1315年までのリトアニア大公、ビテニスが、確かにゲディミナスの兄弟であるとするならば、ゲディミナスは確かに、 最年長の息子になる。歴史家は、ビテニス大公には父に先立って死んだズベルガイティスという息子がいたと認識している。1310年に、すでに成長したズベルガイティスは、今日のラトビアとエストニアであるリボニア付近に出陣している。1315年頃にビテニスが死んだ後に、ゲリミナスは大公になる。そこには、ビテニスの兄弟や家族は、 進んで競合を主張したという資料上の指摘は見出せない。バイニュースが資料に最初に出てくるのは1324年である。1326年にポロツク公としてバイニュースはリボニア騎士団やノブゴロドと条約を結んでいる。学者はその死を1338年から1342年の間と位置づけている。バイニュースには リボニア騎士団との戦いの中で1342年に死んだリューブコという息子がいた。20世紀までゲディミナスとの関係が明らかではなかった。テオドラスは1362年まで兄弟の中で最も生き残った。1325年頃にゲディミナスの援助で、テオドラスは消え不幸になった。テオドラスは聖教会の儀式での洗礼を受け、異教時代の名はわからない。 キエフはすでに、ジョチウルスの影響下に置かれ、ヒョードルは範囲への中性を示した。この従属関係は1363年に、ゲディミナスの息子であるアルギルダスが、青水の戦いで、ジョチウルスを完布なきまでに叩きのめすまで続いた。学者の意見では長い間、テオドラスは、先例名から、リトアニア人ではなく、流陸長の人物とみなされていた。しかしながら、 1916年に死去した、モスクワ総主教の所有物に属す、新闘器や1330年代に送られた銀のコップには、ヒョードル、ゲディミナスの兄弟と記されている。ピレナイの守護するマルギリスは4人の兄弟の候補者の中で最も主張していた。ヘルマン・フォン・バルテンブルクの年代記では1329年に、ゲディミナスと2人の兄弟が、リボニアに至った。 ビテニスが死ぬまでにヒョードルは自力でキエフを占領した。これら兄弟の一人はバイニュースであり、他の同一子は歴史のパズルである。アルビダスニクセンタイティスはそれはマルギリスと主張する。なぜなら資料はマルギリスの高い地位と富を証明しているからである。資料ではマルギリスが1366年に自殺した後にその息子が ドイツ騎士団に捕らえられて帰らなかったと言及されている。ゲディミナスの姉妹関する直接の唯一の言及は、ビリニュースに来て、キリスト教を広めようとして殺された二人の、フランシスコ会の修道士についての叙述のみである。この伝説は1369年以前に書かれた年代記である、総14年代記に最初に現れている。 この出来事は1340年頃に起き、年代記が編集された頃には何人かの商人が生き残っていた。伝説によると、フリアル・ウルリッヒの伝道は町民の怒りを買った。フリアルと同僚のマルティンはゲディミナスの前に連れて来られ、ゲディミナスは修道士に死を命じた。ウルリッヒは拷問を受けて川に投げ込まれた。マルティンの体は 聖教徒であるゲディミナスの姉妹によって引き上げられた。彼女はマルティンを自分が住んでいるところの修道院に埋葬した。ビショビエツ年代記含む他の資料が伝える伝説では殉教者は14人に増え、初期の現実的な話は奇跡的な装飾の数を得た。ゲディミナスには何人の妻がいたかは明らかではない。ビショビエツ年代記にはクールランドのビダ、スモレンスクのオルガ、 聖京都で1344年から1345年に死んだポロックのヤブナの3人の妻について言及されている。現代の多くの歴史家や著作の言及ではゲディミナスの妻はヤブナであり、ビダとオルガは他の年代記には見出せないことから非実在へあると知り添けている。歴史家ステファン・クリストフォル・ローエルはゲディミナスの妻は 異教の公女だと論じている。同時代の資料のゲディミナスと隣の公女の結婚から、ビショビエツ年代記の信頼性には疑問がある。ゲディミナスには、異教と聖教徒の二人の妻がいたと、ウギ議論が先行する。これは15世紀後半の年代記である、ユンガー・ホシュメーストリッヒのアルギルダスと半分の兄弟であるナリマンタスという記述のみ支持されている。他の学者は、 ゲディミナスは、中の子であるヤブーヌティスを、後継者に任命した奇妙な点に関しては、ヤブーヌティスが、もし二番目の妻の長男であるとするならば後継が、理解できると論じることで指示している。ゲディミナスの兄弟姉妹には有力な子がいなかったため、ゲディミナスやその息子たちは大公国を奪取し、固めるのに、有利な立場にあった。 ゲディミナスには少なくとも5人の娘と7人の息子があり、息子たちは大公国を強化し、東西に広げるために懸命な婚姻を行った。この婚姻は、近隣との同盟を樹立するゲディミナスの外交能力は、その目標は、ドイツ騎士団を滅ぼし、成長するモスクワとポーランドの力を含めると言われている。ゲディミナスの息子の婚姻政策は、 対抗内を含む様々な領域に王朝の力を固めるのを助け、他方、娘や孫の婚姻は、隣国の力とのリトアニアの関係を強化させた。1328年のヨーロッパハール・イチ・ボルイーニ、対抗国の地図、ゲディミナスの二人の息子であるリバルタスとエウフェミアは、ハール・イチ・ボルイーニ戦争に巻き込まれた。1320年にマリアは、 ルーシの大公である、ドミトリーと結婚した。この結婚式は、ドミトリーの父である、トベリ大公、ミハイル・ヤロスラビチが殺害されてからすぐに行われた。ドミトリーはブラジーミル及び全ルーシの行為をめぐる、競争相手である、モスクワ大公有利三世に対する強力な、同盟相手を求めていたのである。1327年後には、トベリに代わって、リトアニアが、 ルーシの派遣をめぐって、モスクワの競争相手になった。トベリがモスクワを公的主とみなした時にリトアニアとの同盟が必要だったのである。ドミトリーは1325年に殺され、マリアは再婚しなかった。マリアの法的な兄弟であるアレクサンドルはそれにも、かからず、リトアニアとの友好を維持し、娘のユリアナをゲディミナスの息子で、 その路線を引き継いだアルギルダスに嫁がせた。トベリとリトアニアの協調関係は15世紀まで続いた。アルドナは15、6歳の時に、ポーランド国王ブアディスワフ一世誕生の息子であるカジミエシュ三世大王と結婚している。この結婚式は1325年4月30日か10月16日に行われ、ドイツ騎士団に対するポーランド・リトアニア合同の 強化という政治的策略であった。この予備の連合は短期間で1330年代には崩壊した。しかし、アルドナが生きている間には、ポーランドとリトアニアには、軍事的衝突の証拠がない。リトアニア人王朝との婚姻政策は1289年以降の、プシェミスル朝に変わるピアスと朝のブワディスワフ一世が1320年の、 大韓の正当性を支配していた。しかしアルドナは、意外にも1339年3月終わり頃に、死去し、クラクフに埋葬された。アルドナには二人の娘がいた。国軍では、バイエルン公ルートビヒ6世と結婚し、エリザベータは、今日のドイツ、ポーランドにあたる、ポメラニア公ボギスワフ5世と結婚した。エリザベータの娘であるエリザベトは神聖ローマ。 皇帝カール4世の4番目の妻である。ゲディミナスの娘であるエリジュベータは、今日の東ポーランドのマゾフシェ広告の講師である、バツワフと結婚した。エリジュベータの2番目の名前は、マチエストリコフスキーでは、ダンミラと、テオドール・ナルブトでは、ダミラと記録されている。これらの名前は、ダニエルに由来する、ダヌテの読み間違いと主張されてきた。他の解釈では、 歴史家は、ケース・トゥーティスの娘であるダヌーテと、エリー・ジュベータを混同した。同盟の観点からは婚姻は、意義のあるものだった。なぜならば通行、そしてマゾフシェを通しての、西ヨーロッパからの通過は、1270年代のトライ・デニス・大公とその娘がウデマンだとマゾフシェの、つながりの復活を試みているように見えたからである。結婚の重要性は、 エリジュベータの持参金が証明している。持参金720クラコフは、銀のマルクと金の9マルクである3つの時間は、当時の持参金の記録の原本よりも多い。この結婚はおそらくは、マゾフシェ広告の分割内戦中に、ゲディミナスが、バツワフを支援した1316年に行われた。1336年に、 バツワフが死ぬと、エリージュベータはその遺産を管理した。エリージュベータが最後に言及されるのは、兄弟のケーストゥティスが、マリンブルクからと逃走して、彼女の城に避難した1361年である。このことから歴史家は、エリージュベータは1364年に死去したと、推測している。1337年にエリージュベータの娘である、アンナが最初に言及されるのは、 今日のポーランドを支配したヘンリクと結婚した1323年の終わりである。アンナの息子である、ボレスワフ3世もしくはボルコが後継者なくして1351年に、没すると広告は分割された。エウフェミアは1331年に、今日のウクライナを支配したハール1ボルイに対抗ボレスワフユーリー2世と結婚した。この結婚は、 ボレスワフ有利の兄弟であるアンドリーと、霊ブ2世が後継者なくして死んだ1323年に、工作された。その代わりにあたるリュバルタスのポーランドとの戦争の危機を回避するために、ゲディミナは、ブワディスワフ1世と妥協した。ブワディスワフ1世のいとこでゲディミナスの義理の息子である、バツワフの老いである、ボレスワフ2世を据えることで同意したのである。 結婚式は後で行われた。当時ボレスワフ2世は14歳であった。この方式で、ハール1ボルイーニ戦争は、ボレスワフ2世が独殺された1340年まで延長され、1370年まで勢力は安定することがなかった。テオドル・ナルブトによればエウフェミアは、継承問題のカヤの外に置くために1342年2月5日に、 ビストラ側の氷の下で歴史した。アイグスタは、モスクワ大公セミョウオンコーマン公満と結婚するために1333年に、アナスタシアの洗礼名を受けた。アイグスタがゲディミナスの娘という直接の証拠はない。しかし結婚が公私生なことから、大部分の歴史家は、アイグスタは、ゲディミナス家の一員であるとの結論を下している。 この結婚式には重要な可能性がある。リトアニアとモスクワは、ルーシの派遣をめぐって、凄まじい争いを繰り広げたが、結婚式が行われた2年後の1335年に終わったからである。アイグスタの二人の息子であるバシーリーとコンスタンティンは、溶接したが、リトアニアと対立するトベリノ公師であるミハイル、バシーリビチと結婚した。 アイグスタの兄弟であるヤブーヌティスが1345年にアルギルダスによって廃位されるとアイグスタに助けを求めてきた。1345年3月11日に死ぬ直前にアイグスタは修道所になった。アイグスタは自身が援助したモスクワのクレムリン教会に埋葬された。ゲディミナスにはご二人の娘がいた可能性がある。 マチェツ・ストリコフスキーによれば、ゲディミナスの娘の一人は、ダビドという好ましい戦の指導者と結婚した。しかし何人かの歴史家は、ストリコフスキーの資料の信頼性について、無信論の表現があることから、ダビドがゲディミナスの義理の息子であることに同意しない。他の娘もしくは、姉妹の存在の可能性は1916年に、刊行された。 大司教テオグノストスの所有物のリストから仮定される。リストに含まれる記録には、コゼルスク皇、アンドレー・ムスチラビチがゲディミナスの義理の息子と記されている。他方、ルーシー語の子夫は、義理の息子ないしは、姉妹の夫を意味することができる。ハンス・アンドレイは、ゲディミナスの義兄帝の可能性があった。13世紀から15世紀にかけてのリトアニア。 対抗国の拡大ジ上ン・ウィンターツルの年代記には、ゲディミナスには8人の息子がいた。7人の息子の名は、様々な資料に見出せるが、他方、8人目の息子については、議論が続いている。アルビダスニクシェンタイティスは1337年に、ベルイオナ近くで死んだトラカイコウだと主張する。トラカイコウは、公国全体では重要な地位あるいは、第二の支配権であった。 それゆえ18世紀から19世紀の歴史家は、ゲリミナスは、すでに埋葬地として宣伝されていたベルヨーナに、埋葬されたと信じていた。ニクシェンタイティスは、知られていない息子の名は、ビータウタスの息子である、若くて、活発なユーリとアルギルダスの息子で代理である、アンドリュースの記録の言及からビータウタスであると、仮定した。ユーリは1348年に死んでいる。 有利の高い地位は、ゲディミナスの孫だと容易に想定できる。しかし他の議論では、ジョン・ウィンター・ツルの年代記は誤訳されていると、論じられている。なぜ、中間の息子に過ぎないヤブーヌティスが父、ゲディミナス・カラビリニュスを相続してそのまま対抗になったかは明らかではない。兄弟であるトラカイコーケース・トゥティスは、ジェマイティアで助けた。ナリマンタスからの援助にもかからず、 ヤブーヌティスは、ゲディミナスの死から4年後の1345年に、兄弟のアルギルダスとケース・トゥティスに配位された。ヤブーヌティスは義兄弟のモスクワ対抗セミオンに助けを求めたが失敗した。その過程で、イヴァンという洗礼名を受けている。ヤブーヌティスは、アルギルダスとの和解を余儀なくされ、1366年に、死ぬまで、ゼスラウェコーの地位についていた。 アルギルダスは、ゲディミナスの路線を引き継いだ息子である。1345年に、ヤブーヌティスが廃位される以前にクレバを統治し、異教徒であるにもかかわらず、ビテブスク広国の最後の公女であるマリアと結婚した。1345年に、リトアニア大公になると、兄弟のケース・トゥティスと共同統治をした。共同統治の成功は、リトアニアの歴史家から褒めたたえ、 リトアニアの伝統的な共同統治もしくは二党政治は習慣的であり、早くとも1285年に生じたという議題を持ち上げた。彼らの知性の間、対抗国は急に拡大した。アルギルダスは、もっぱら東方に活動を広げ、ケース・トゥーティスは、ドイツ騎士団、ポーランド、西ヨーロッパ諸国と交渉した。1350年に、アルギルダスは、 ユリアナと2回目の結婚を行い、その間にできたヤガイラスを次の大公に選んだ。1385年にヤガイラスはリトアニアのキリスト教家とポーランドとの合同に署名してポーランド王になったことでリトアニアの歴史に新しい章を開いた。このポーランド・リトアニア共和国は3度にわたる。 共和国の分割に至るまで様々な形から1795年まで生き延びた。ゲディミナス朝のうち、ヤガイラスの流れは、ヤギエを朝として知られている。リタスに刻まれたアルギルダス。1345年から1377年まで、リットアニアを統治。トラカイコーケース・トゥティスは、西方で、かなりの自立の動きを見せたにもかからず、アルギルダスに忠実で、 その有意見を認めていた。ケース・トゥーティスは、異教徒で、ドイツ騎士団からの防備に貢献した。ケース・トゥーティスの結婚は、パランガの異教の姫ビルテートのロマンチックな伝説で、彩られている。二人は、ビータ・ウタスを含む七人内しは八人の息子を、設けた。1377年に、アルギルダスが死ぬと、その息子のヤガイラスが対抗になった。最初は、 ケース・トゥーティスとビータ・ウタスは、ヤガイ・ラスの支配を認めていた。しかし、ヤガイ・ラスが、ドイツ騎士団とドブ人の和訳を結ぶと、ケース・トゥーティスは、ビルニスを占領して1381年に、公くらいに着いた。1382年に、ケース・トゥーティスは、クレバで捕らえられてその地で死んだ。ビータ・ウタスは、支配権をめぐっての争いを続け、 アルギルダスとケーストゥーティスの争いは15世紀まで続いた。マントビーダスはゲディミナスの長男で父からクレナバとスロニムを継承した。マントビーダスについてはあまりよく知られておらず、ゲディミナス没後に間もなく死んだ。マンビタスは兄弟のナリマンタスとの1348年のストレバの戦いで戦死したと信じられている。ナリマンタスは ゲディミナスの二番目の息子である。グレプの先例名を受け、ピンスク、ポロック、そして、ノブゴロドの勤務校として、ラドがオレシェク、カレリアを統治した。ナリマンタスは、1477年に、モスクワに攻め落とされるまで続いたスウェーデンとの国境に、敗するノブゴロドへの傭兵の提供の義務をはじめ、モスクワのンを保つのを助けた。 ナリマンタスは1345年に廃位された、ヤブーヌティスの強力な支持者となり、ジョチウルスのジャーニーベクのもとへ、アルギルダスとケース・トゥティスに対する支援を求めに行った。ナリマンタスはそこで、タタールの皇女と結婚したとの噂があるが真実に欠ける。数年後兄弟は和解し、ナリマンタスは、ストレバの戦いで死んだと信じられている。 ナリマンタスは3人から5人の息子を残し、その家系は、クラーキン家やガリツ人家といった、ロシアの大公の家系となった。カリオタスは、ミハイルの洗礼名を受け、黒、ルーシのナバフルダクを相続した。1348年に、アルギルダスによって、対ドイツ騎士団同盟を結ぶために、ジャニーベクの元に派遣されたが、モスクワへの身の白金を渡した。 1363年頃に死去。何人の子を設けたか定かではないが、4人から9人とも。リュバルタスは、ゲディミナスの最年少の息子である。1320年頃に、ハールイチ公アンドレイの娘と結婚し、東ボルイーニのルツクを統治した。アンドレイとその兄弟であるレフが1323年頃に、死ぬと、ハールイチボルイーニ対抗国は空白になった。 デュバルタスのポーランドとの争いよりも、ゲリミナスは、娘のエウフェミアを、ボレスワフ遊リに世に嫁がせた。ポーランドとの戦争は1340年まで、延期した。ハール1・ボルイーニ戦争は1370年に、ポーランドがハール1をリトアニアがボルイーニを得ることで、決着した。デュバルタスは、ボルイーニを16年間統治して1385年頃に、死んだ。 三人の子がいた。異教名は不明。キリスト教授用語の洗礼名を主な資料。ありがとうございます。